こんにちは、サチヤです。今日はですね、ダブルスをしたいと思うんですけども、普通のダブルスではなく台をね、こうしちゃいます。はい、台を真横にして激狭なとこでダブルスをしたらどうなるのかなっていうのをやってみたいと思います。ラケットが後ろにぶつかって打てないで終わりかなと思います。いや、でもさ、後ろ、あの壁、あのここってユージ君の卓球部屋っていう卓球場だから、はい、後ろ壁とかぶつけられても困るし、あ、じゃあ普段動画まず次に行きます。そうだね、うん、まずこちらか。あ、じゃあ、よろしくやっていくぞ。おいはい、気持ち切り替えていこうぜ。切り替えていくよ、はい、でも実際こういう試合会場があるかもしれないんで、その時の練習ということで、最初はグー、じゃんけんほい。最初はグー、じゃんけんほい。はい、これほい。じゃあ、コートでお願いします。じゃあ、さあ、はい、どれ、どんまいす、どんまいす。いや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 、さあ、あれでなんだし、無理じゃんだってね、右右大丈夫ですか。一回じゃあもう何も考えないで、もうガチでじゃあ一回ガチ本気、この中で本気わかった。そういうところだよね、もう届くさんは。そうです。はい、ゾーン。
ちはいいわ。